In Japan bezocht onze correspondent de regerend wereldkampioen masturberen, Masanobu uit Tokio. Masanobu begint 's ochtends met trainen in de woonkamer. Hij doet dat gewoon waar zijn vriendin bij is. Sex junkies in the place. Oh, 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 yeah. 彼女自体がその性欲処理という意味でのセックスをしないんですね。で、僕自体も性欲の処理は全部マスターベーションで済ましてるんで。朝僕起きると何するんですけど、彼女はまあ料理をしてたり、まあテレビ見たりする横で僕はそれを何してる。彼のもう昔からの趣味なので過ごしてるので私も同じように自分の趣味やったりとか飲み物をしたり。 Masanobu neemt zijn hobby bloed serieus. Hij is wereldrecordhouder en won de trofee voor de langste zelfbevredigingssessie ooit. 大会を主催してる団体の、まあ、マスターベーターソンの、なんかシンボルというか、まあ、手でやるものということでこういう形をしてるんだ。彼の手伝いは、まあ、あの時間を計るってことをしてました。このアプリを使って測ってました。はい、スタート。もうできた。修理早い。Wereldrecordhouder, dat word je niet zomaar. Masanobu traint dan ook met het beste materiaal.本番の時はやっぱりこう一応刺激的なものが必要だったので、まあ、DVD こういったものを使ってやってましたね。やっぱり刺激をこう持続させるというかためには同じものをずっと見てると飽きてしまうので、本当にもうダイジェストというか。あのギャル系とかの素人系が好きなんですけど、まあ、例えばこういった本物の女性というのはやっぱり匂いがあったりその汚かったりやっぱり人間ですからいろいろあるんですけど、そういうのがこのアニメだとまあ綺麗じゃないですか。